こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、ハートフォードのね、発火式モデルガン組み立てキット、コルトシングルアクションアーミーピースメーカーですけどね、こいつをちょっとね、またいじっていこうという動画になります。でね、この品物はね、当チャンネルのリスナー様ハイズーさんから提供していただいたお品物になります。ありがたく使わせていただいております。ということでね、この個体もコツコツコツといじってきて、結構好みの仕上がりになってるんですけど、まあフレーム部分はケースハード風の塗装で結構気に入ってる感じの仕上がりになってるし、ハンマーとトリガーはもともとある亜鉛合金になったやつを磨いてニッケルメッキしたんだよね。で、切削傷のあたりとかちょっとこうそれっぽい感じに仕上げてあって、まあグリップはね、ちょっと木製グリップ手に入ってないんで、まだ塗装したグリップですけど、で真鍮製のバックストラップとトリガーガードをめちゃくちゃこの間磨きましたよね、表面に。うん、今現状でとても満足している仕様なんですけど、ちょっともうちょっとだよなっていう部分がありまして、それがバレルと、まあエキストラクターチューブとシリンダのブルーイングの部分なんですね。まあそもそもヘビーウェイト樹脂のモデルなんで、ここはブルーイングして仕上げたんですけど、ちょっとね、多分当時急いじゃったんだろうね、表面の仕上げが粗いんですよ。なんでここをちょっと仕上げ直して、で、もう一回ブルーイングしようかなと、そういう動画になりますんでね。まあ分解組み立てだの、その途中のマスキングの工程だとかは省きますけど、ブルーイングやり直しますと、そんな感じの動画です。やっていきます。じゃあね、ブルーイングするパーツちょっと分けました。まあバレルはね、フレームにくっついてるんで、こんな感じでマスキングしてバレルだけ出してあります。脱脂してあります。まあちゃんと綺麗に磨いてブルーイングすると。でね、金属のパーツ2つあるんですけど、この2つね、これはね、もうバフ掛けしてブルーイングって感じでやろうと思います。この内側見ると元々のこう仕上げの状態がわかるんですけど、まあ傷は落として磨いてあるんで、こいつはもう1回バフ掛けでいいと思います。こいつもそうします。で、基本的にこのシリンダとバレルについては400番ぐらいからやり直そうかな。この2箇所だけだったらそんなに時間かからないと思うんでね、そんな感じでやっていきます。400番ぐらいから磨こうと思ったんですけど、240番から始めました。ちょっとなんか傷が入ってたりね、表面荒れてる部分があったんで、あとフルートの溝の中はねやってません、そのまんまです。ここの表面とここ、240番から始めて800番まで磨いてあります。これも同じです、バレルの部分もね、800番まで磨いてあります。800番まで磨くと結構光沢が出てくるんですけど、でこれ1000番の紙やすりね、まあシリンダなんで、こう僕は今回こう縦にこう磨いてましたけど、あ、そうそう、600番ぐらいまでは水研ぎでやってました。で800番から水研ぎやめてこう磨いてます。で、でも1000番ぐらいになると結構光沢が磨くだけで出てくるんですけど、紙やすりでこう均一にこう面を出していくと、結局そのヘビーウェイト樹脂の中の金属粉と、あとそれをまとめてる樹脂と、それが表面に出てくるだけで、表面が別に金属になるわけじゃないんでね。これ今1000番で磨いてわかると思いますけど、光沢が出てたところがどんどん消えていくんですよ。これこういう感じなんですこれでね、例えばこれヤスリが目詰まりしたところをずっと同じところをこう削っていくと、また光沢が出てくるんですよ。また光沢が出てくるでしょ。これ何かっていうと、要はヘビウェイト樹脂に入ってる亜鉛の部分が、伸びて、表面に伸びてくるんです。ただ、紙やすりをこうかけてるだけだと、その伸びた、光沢が出てるところ、例えばこういうところね、光沢が出てるところをこうやっちゃうと、また光沢が消えちゃいます。1000番の目の粗さに要はなるわけです。
で、じゃあブルーイングするのにさ、光沢出さなきゃいけないじゃないですか。で、いろんな方法があって、例えば金属で表面なぞったりとかっていうのもあるんだけど、あんまりその金属棒で表面なぞるとその金属の形に表面が変わっちゃうじゃないですか、ね、なんで僕はあんまりそう金属棒でなぞったりは好きじゃないんですけど、あとここは当て器使って磨いてますけど、この旋盤の紙やすりで当てるとまた光沢が一旦消えますんで、ね、光沢が一旦消えます。で、こう目詰まりしたところの金属成分が表面に伸びるとまた光沢出てきますんでね、まあどうだろう、ほんのちょっと光沢が出てくるとこんな感じでどんどん光ってくるんですけど、でね、光沢出すのって真鍮ブラシで撫でてやった方がいいんじゃないですかねっていうのが、まずそのブルーイングのコツの話です。あの真鍮もそのブルー液によく反応するんで、こう磨いてる最中にもう1000番ぐらいで磨いたあたりになったら真鍮ブラシでなぞってやるとかなりキラキラしてくるはずなんですよ。で、この時点でね、光沢が出なかったら、消せてない傷が残ってる証拠なので、うん、こうやって真鍮ブラシでよくなぞって傷が消えてなかったら、ね、ザラザラした部分が残るんだったらもう傷が消せてない証拠なんで、それは初めからやり直した方が話が早いかもしれないですね。僕こっちの手袋使ってないですけど、手袋した方がいいです。金属の表面触っても良くないんで、まあ僕1000番ぐらいまでだったら素手でやっちゃいますけど、こんな感じなんです。まあそのちょっとね、ブルーイングのコツみたいな話になるんですけど、とにかく真鍮ブラシね、線の細い柔らかい真鍮ブラシね、紙やすりかけなくてもこの真鍮ブラシで表面をなぞる作業だけやっていくと、まあブルーイングはできるはできます。ちゃんと青く染まるようにはなります、真鍮ブラシ一本で。あとはその延々繰り返していけば表面の傷も鳴らされてくるでしょうしね。なんで真鍮ブラシをうまく使うとブルーイングうまくできるんじゃないでしょうか。で、このフルートの中はもともとのブルーイングされたとこで、表面は真鍮ブラシで磨いたところなんでね、こんな感じでだいぶ違いが出ますので、真鍮ブラシうまく使うと、まあこれ今1000番なんで1500番ぐらいまではやりますんでね、1200、1500ぐらいまではやるんで、まあ今の段階でこう真鍮ブラシで一生懸命磨いても意味がないんですけど、とりあえずヘビーウェイト樹脂を磨いて光沢が出ねえよっていうんであれば真鍮ブラシ使ってみるといいと思います。で、その磨けてない部分も分かりますんでね、こうやって磨いていくと、そんな感じで、まあ、1500番ぐらいまで、磨く作業を続けていくといいんじゃないでしょうか。ヘビーウェイト樹脂もね、光沢が出るまで磨いてあります。2000番まで磨いて、真鍮ブラシでこう優しく磨きながらね、光沢の出具合どうだろうね、微妙鏡面まではいかないですけど、まあ、見た感じはこうシルバーというかね、真鍮ブラシの磨きが入ってるんで若干金色味を帯びてるんですけど、もうこう金属っぽい感じになってきますんでね、ヘビーウェイト樹脂ね、こう丁寧にやってやればこのぐらい光沢が出ればもうブルーイングができると思います。そのなんていうんですか、反射でシルバーにしか見えないようなブルーイングをしたいっていうんであればめちゃくちゃ丁寧にやらなきゃいけないでしょうけど、じゃあブルーイングしていきます。今日はねスーパーブルー使っていきます。これ使えるかな、ちょっとブルー液を取ってですね、でこれブルー液水で薄めてっていうところから始めてもいいんでしょうけど、とりあえず原液でいきます。最終的には僕原液使ってこう反応させちゃうんで、ちょっと目立たないところからこうやっていきます。こうもうすぐさっと一塗りすれば色がさっと変わっちゃうと思うんでね。で、光沢がねちょっと曇るんですよ。これ表面にすすが浮いてくるんですけど、そういうのを真鍮ブラシでちょっとねこう乾いたようなところから拭ってやると結構ね、それなりに反応が早いところだと早めに
青くなってくると思うんですけど、塗ってちょっと真鍮ブラシで表面を撫でて、そのスラッジっていうんですか、すすを落としてやるみたいな音を繰り返す。もう結構キラキラ光ってますけどね、これを繰り返していきます。ほら一瞬でもう塗ったとこと塗ってないとこのがこう分かるぐらいに変色しちゃいますんでね、もうスッと塗って、これでも結構その固く絞った程度の、湿らせ加減で、あんまりそのヘビーウェイト樹脂自体に液が残らないようにした方がいいと思います。液がね、粒で残ったところがいつまでも反応して、そのなかなかね、そのムラが出るっていうようなことが起こりますんでね。あ、でももう青くなり始めるところは青くなり始めてきてますね、これやり始めはもう相当なんていうんですか、ムラが出るんですけど、やっていくうちにですね、だんだんこう反応が終えたところから青くなっていきますんでね、まあ、根気よくこんな感じで続けていくわけです。まあ僕もそんな神経質にその薄いところから丁寧にとかってあんまりやらなくなりましたけど、やりたい人は水で薄めたところからやっていくといいと思います。そのうちその表面にすすが出てきますんで、真鍮ブラシでね、こう優しく落としながら、ゆっくりゆっくり反応を楽しみながらね、やっていくといいと思います。反応が早いところはもうこの辺なんかちょっと青みが出てきてますけど、こういう作業をひたすら繰り返していくだけですので、なんか結構綺麗になりそうな予感もしてますけどね。さてこれがね、中途半端に、反応が進んだヘビーウェイト樹脂の状態です。もうね、黒くはなってます。でも光が反射するとちゃんとこうシルバーに見えるみたいなね。で、青みも出てきてますみたいな。さて、じゃあね、ヘビーウェイト樹脂のブルーイングが大体終わりました。見てください。光が反射したとこはシルバーに見える。まあこれ背景黒いんで、ホワイトバランスの関係であれですけど、明るいとこで見ると、もう光が反射するとシルバーに見える。ね。そんな感じの光沢感のあるブルーイングに仕上がってると思います。そうだね、コツはね、やっぱり真鍮ブラシを上手に使うってことですよね。240番から磨いて、磨き方もあるんですけど、240番から磨いて、自信がない人はね、毎回真鍮ブラシで撫でてもいいと思いますよ。240番で磨く、180番から始めてもいいんだけど、240番から磨く、真鍮ブラシで磨く、光沢出る。でね、320番で磨く、表面が荒れる、真鍮ブラシで磨く、若干光沢が出る。その繰り返しをやっていくと、段階をこう踏んでね、かなり光沢が出ていく、その工程が、わかると思います。あと、これ、スーパーブルーの原液です。原液をこうギューッと脱脂面につけて、この一応はブルーイングが完了したこの表面に塗りますけど、ほら塗ってもそんなにこう黒く変色もしないし、脱脂面にもね、あの黒い色があんまりつかないと、ね、ただこのフルートの中は磨いてないんで磨きが甘いんで、ここいつまでも黒くなると思いますけど、ターゲットにした部分が、こうスッと拭った時にそのブルー液がついたその雑巾の吹き縞みたいな感じで黒く変色していくんですけど、そういうことが起こらない、そういう状態まで持ってこれたらもう反応しきってるんじゃないみたいな感じでいいと思います。とにかく真鍮ブラシをこうゆっくりね、これね、真鍮ブラシもうだいぶこの撫で癖がついてますけど、とにかく毛先の柔らかい真鍮ブラシをちゃんと使うと、使う前に紙やすりでね、1000番ぐらいの紙やすりでザーッと中こすったりして、その古い汚れを落としたりはしてますけど、とにかくね、この真鍮ブラシの真鍮の成分がですね、ブルー液とよく反応するんですよ。結構いい感じの表情に仕上がったんで、とりあえずは OK かなと。
やっぱりちょっとこのシリンダのブルーイングがね、今まではちょっと微妙だなと思ってね、気に入らなかったんですけど、ガンブルーの輝きというんですか、でついついこうダミーカートを入れたくなると、まあ僕のリロードはね全然レボリューションじゃありませんけど、こうやってねカートリッジを入れて、これですよ。あーいいね、いい。まあ何もどこも変わってないんですけど、ここやっぱりねちょっと早く仕上げたくて、シリンダーとバレルのブルーイング急いじゃったんですよね。なんでそのどうしても艶出しがうまくいってなかったんですよ。それがねこんな感じで、ブルーイングできるといいんじゃなかろうかというところ。あとはそのブルーイングをこれからやってみたいと、まあこういうブルー液使ってねヘビーウェイト樹脂のブルーイングをやってみたいという方にはね、その真鍮ブラシを上手に使うと失敗しにくいですよと、あとは粗い番手ね、例えば180番とか240番とか一番粗い番手ほど一番時間がかかりますよというところなんでね、まあ僕も過去にそのブルーイングの動画たくさん上げましたけど、まあその辺も合わせて今回のこのブルーイングのコツも合わせて見てもらえると、なかなかかっこいいブルーイングできるんじゃないのなんて思いますね。あの慣れると簡単ですよ。とりあえず場数は踏まなきゃいけないですけど、すげえ難しい高等テクニックが必要なんだとかそんなこと全然ないですからね。あと僕めんどくさがりなんで、ブルー液なんかもう原液からやってこの仕上がりですからあんまり臆せずやってみりゃいいと思います。失敗したら表面1500番2000番ぐらいでやり直せばいいだけですからね、わざわざその240番からやり直したりっていう必要はないんでね、何度でもやり直しは効きます。まあこれしっかり刻印が入ってるモデルなんで、その例えばね800番あたりから何回も何回もやり直すと結構刻印薄くなりますけど、1500番2000番で表面だけね、あの失敗した上っ面だけ剥いでまたブルーイングするなんていう行為を繰り返したところで刻印がなくなったりしませんので、練習あるのみだと思います。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし。やっぱりね、このシリンダの感じ、ブルーイングの光沢感、とてもいいです。はい。で、僕のリロードはレボリューションじゃありません。です。